しまいましたが、本日楽団はこれより、高松メディアアート祭ザ・メディオモブスピリッツメディアアート紀元前の、第1回記念すべき第1回の、開会式を行いたいと思います。私本日司会を務めさせていただきます塚田と申します。本日皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではまず開会に先立ちまして、今回の、高松メディアアート祭実行委員会の実行委員長であります田住博之さんより、ご挨拶の方をお願いしたいと思います。皆さんこんばんは。実行委員会の委員長を仰せつかっております、垂水と申します。普段は香川大学の工学部で、情報系 の、 教育研究をしているんですけれども、今回ちょっと縁あってですね、こちらの実行委員長ということで、微力ながらやらせていただいております。でまず一市民としてですね、もう今回こういう企画が、持ち上がったということに高松さんの方に大変感謝しておりますが、本当にですね、今日今ここに来る始まる前に、ざっと展示を見させていただいたんですけれども、こんなものが高松に集まって、というのはちょっと信じられない、ぐらいの素晴らしい、展示になっているかなと思います。で今日ですね、たまたまFacebook を見てたら、マサチューセッツ工科大学の MIT の、 日本人の今副所長でいらっしゃると思いますが、石井博先生がですね、メディアアート関係の教授を今募集してる、教員募集してるっていう広告を見まして、すごい偶然だなと思ってたんですけれども、マサチューセッツ工科大学っていえば、もちろんテクノロジーでトップクラスの、トップの大学なんですが、そちらでですね、もうメディアアート系、これはもう別に今始まったわけじゃなくて、ずいぶん前から取り組まれて、もういろいろ学術成果ともアートともどちらとも言えない、中間的なものも含めて、いろんな成果を私たち見てきまして、で日本ではですね、そういうことをやるところがまだまだあんまりたくさんはないですね、全然ないとは言いませんけれども、これからですね、テクノロジーだけということでもなく、アートだけということでもなく、その中間のところですね、こういったところを、この高松を中心に、どんどん盛んにしていってですね、いろいろな人材も輩出していければいいかなと思っておりますので、今日来ていただいた方には非常に最初からそういうところに参加していただいていることで、感謝しております。そして何よりもですね、人材といえば今回審査委員長、お願いしました宇川さんも高松の、出身でありまして、今回はもう非常に機会でお願いさせていただいて、本当にものすごい尽力をしていただいて、本当に感謝しております。ありがとうございます。はい、で、また今回ですね、不慣れなもので、スタッフもちょっと、非常に一生懸命やっていただいてるんですけども、もしかちょっと、まずいところがありましたら、先にですね、お詫びしておきますが、皆さん一生懸命本当にやっていただいてるんで、ぜひ温かい目で見守っていただければと思います。本当にありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、高松市市長大西秀人よりご挨拶申し上げます。皆さんこんばんは。高松市長の大西秀人でございます。いよいよというか、やっとというか、どんなものになるのか私はよく分かりませんでしたけれども、いよいよ、高松メディアアート祭2015が、始まりました。今日12月18日から27日までの10日間、ここ、たまも公園飛雲閣をメイン会場といたしまして、10月にリニューアルオープンいたしました河原町フラッグ、それから中央商店街でも、作品が展開をされるということでございます。内外から集まった素晴らしいメディアアート、またそれの関連のアートの数々がもう展開をされるということでございます。ちょっとさっき、ごく短時間ですけどぐるっと回らさせて見させていただきましたけれども、田辺先生も言われましたけれども、本当にこの素晴らしい作品だなと、今までにこう見たことがないようなアート作品、なんかちょっと飛び抜けたアート作品がいくつかあるなというので、
関心をいたしたところでございます。で、何と言いましてもこの国の重要文化財ともなっています、日本のこの和風建築の、古い和風建築でありますこの、飛雲閣、これを会場としてまさに現代の最先端を行くデジタルアート、メディアアートの作品が展開をされる、この古さと新しさのマッチングといいますか、これが素晴らしいなというふうに思っております。といいますのは、私自身その高松の一つの文化の魅力っていうのは、古い伝統文化とかそういうものも残っていると同時に、まあ、新しい文化、そういうものも紳士の器具として取り入れる、まあ、そういう素養がある。まあ、古いものと新しいもの、まあ、それがこの玉子公園とか立林公園が残ってながら隣の三ポートのような新しい街もあると、そういう古と新しの融合、それの非常に、マッチしてマッチングが素晴らしい融合、これが、高松の魅力ではないかなというふうに思っておるところです。そういう意味でここ飛雲閣を主会場として開かれるメディアアート祭、本当に10日間楽しめるんではないかなというふうに大いに期待をしておるところでございます。まあ、内外から国外からもたくさん作品が集まっているということでございます。まあ、ここでしか見れないもの、また、海外からも、初来日されて、素晴らしい、アーティストの方もおられるということでございます。ちょっとここからはカンニングをさせていただきますけれども、まあ、招待作家作品の中には、クレイアニメーションの有名で、まあ、本イベントのために初来日されましたブルース・ビッグフォード氏のアニメーション作品をはじめ、またオーストリアのリンツで、まあ、世界有数のメディアアート祭があるようですけれども、そこで、そのアルスエレクトロニカというところのその祭典ですね、あのメディアアート祭、これの全面協力のもとに厳選された作品や、また、有名な和田英治さんの最新作品され、総合ディレクターをしていただいてます宇川直弘さんが率いますライブストリーミングチャンネルドミューンですね、ドミューンの、サテライトスタジオなど、まあ、数多くの本当に魅力的な作品があるということでございます。まさに高松市出身である宇川直弘さんが本当にいろんな人脈とかいろんな情報を得ていただきまして、ここまでの、お祭りに仕上げていただいたこと、本当心から感謝を申し上げたいというふうに存じる次第でございます。まあ、ぜひとも多くの市民の皆様にこのメディアアートの世界というのを楽しんでいただきたいというふうに思っておるところでございます。最後になりましたけれども、このメディアアート祭の開催にあたりまして、ご尽力をいただきました関係の皆様方に心から感謝申し上げ、メディアアート祭の成功を記念申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、こちら高松メディアアート祭の、まあ、審査員の審査委員長であり、今回ジェネラルキュレーターを務めた宇川直弘氏に、挨拶申し上げます。はい、どうも。今まであれですよね、あのなんて言えばいいでしょうね、ここまで、格差のある、三並びっていうのがないと思うんですけど、おっしゃってこられた、ことをなぞるよね、すいませんが、あのなぜ高松でメディアアート祭を、この度やるのか開催するのかっていうことがやはりまず前提として考えねばいけないポイントだと思うんですけど、メディアアートって言葉って今広く流通されていますよね。で、メディアアートって言葉はたくさん最近聞きませんか。存じられてる方手を挙げてくださいって、ここに来てる人でメディアアートって知らない人いないと思うんですけど、でも定義づけられないと思うんですよ。ここが問題だと僕は思っていて、メディアっていうのはやはり求心的な、なんでしょうね、求心的なものであって、でアートっていうのはやはり普遍的なものだと思うんですけど、その2つの求心性と普遍性の融合みたいなものをどう形にするのかっていうことが、今回の展覧会 の, あのキーになるし、概念だと思っております。でやはりそれは何かというと、メディアっていうのは答えであって、アートっていうのは問いだと思ってるんですよね。で答えのような、答えを見せつけるメディアアートがこの世にあふれていると僕は思っていて、例えばプロジェクションマッピングに数千万円かけてイエーイみたいな感じの打ち上げ花火的な、町おこしがたくさんある中、この度はアートとしてどう捉えていくのか、メディアの問題をということを軸に考えて、問いを、皆さんに投げかけようと考えました。でそしてちょっと挨拶文を今回、書いてきたんですよね。でそれがあの入り口に貼り出されてるんですけど、初めて読み上げさせていただこうと思います。記念すべき第1回目となる
高松メディアアート祭へようこそ。瀬戸内海を通して本州と四国を結ぶ高松は港を介してさまざまな文化や人々を受け入れ発展してきました。松平家の別邸として建てられましたこの御殿はこの御殿ですよね。はい、来客もてなす迎賓館としての役割も持ち合わせていたようですが、国の重要文化財である御殿にメディアアート作品を展示するという試みは歴史を超越した神秘的興奮が立ち上がれる全く新しいプロジェクトになったと自負しております。さっき市長もおっしゃってました、ね。はい、で今回は The Medium of the Spirit メディアアート紀元前のタイトルのもと世界各国からさまざまな作品が集結いたしました。シンギュラリティ問題がささやかれる現在、テクノロジーと人間の潜在能力ギリギリの格闘のようなエネルギーをメディアに映し取った作品のセレクションを行い、この展覧会ではアートの持つ求心力と普遍性を世に問っています。またコンペッションとして、世界中から集まった多数の応募作品の中から厳正な審査を行った受賞作品が同時に展示されています。さらにはオーストリア・リンツで行われている世界有数のメディアアートの祭典アルスエレクトロニカとのコラボ展示も試みました。ディープラーニングによって人工知能がクリエイティビティを発揮している現在、人間が描くべき美とは何なのか、そもそもポストヒューマンを考えるにあたってヒューマニズムをどう捉えればいいのか、感情と意志と知識の相対が心ならば、生とともに朽ち果てる器としての身体をどう考えるのか、メディアアートが世にあふれている現在、超自然的な領域と身体、そしてメディアとの本質的な関係をあぶり出す展示を目指しました。またこの度我々ライブストリーミングチャンネルドミューンも飛雲閣の御殿の中に引っ越し、高松サテライトスタジオを設立、そしてその空間から全世界に向けて10日間連続のライブ配信を試みます。この後配信させていただきます。この展覧会はステレオタイプな未来像などを血の通ったフェスになったと考えております。皆様隅々までご堪能ください。よろしくお願いします。では続いてですね、今回の高松メディアアート祭で、コンペティションがあったんですけれども、こちらの、最優秀賞はじめ優秀賞、賞を受けた作家が今回初来日の方も含めてたくさんいらっしゃってますので、その方々の表彰を答えたいなと思っております。まずはじめに、今回の最優秀賞、ステファン・ティ・フレン・グラバーさん、前の方にお越しいただけますでしょうか。はい、ステファン・ティフェン・グラバーさんは、ユーザー・ジェネレーテッド・サーバー・ディストラクションという先ほどもすでにパフォーマンスを見せてくれましたがの作品で最優秀賞に書かれていました。お母さんから一言。はい、ステファン、コングラチュレーションハードコーハッシュプログラム Thank you so much。おめでとうございます。この症状やばいんで、ね、やばいですよね。何が書いてあるんですか。これメディアアート祭なのでグリッチとバグを表現してみました。はい、ステファンさんから一言。はい、オーストリアから今回初めてになるのかな、一言あれば。はい、thanks a lot for this award.
very honored that my artwork got selected. And yeah, that I can show it also in this exhibition with this other great artist too. So thanks a lot.今度優秀賞の方々を、お呼びしたいと思います。菅野壮さん、ヤンツーさん、前出てきていただけましょうますでしょうか。あ、いいですね。あ、じゃあ続いては市長から。はい、こちらが、菅野壮さんと、ヤンツーさんで、お二人は、センスレスドローイングモジュールス、まあ、通称 SDM レターズという作品で今回優秀賞を受賞しました。はい、賞状何でもかわかりませんが、優秀賞、菅野壮さん、ヤンツー様、高松メディアアートフェスティバル、平成27年12月18日、審査委員長、宇川直彦。じゃあ、一言お願いいたします。あ、今回、優秀賞ということで大変光栄に思っております。そしてこのような、まあ、他の出展作家もすごいいろんな面白い作品作っている人ばっかりで、あ、今回、展示に参加できてすごく嬉しいです。ありがとうございます。はい、次回は作品を展示したいので見てください。じゃあ菅野壮さん、ヤンツーさん、どうもありがとうございました。ブラボー。実はまだまだたくさんいらっしゃるのでどんどん読み上げていきます。また優秀賞のお二人で、アン・カトリン・クレンツさんと、ミハル・バークさん、前の方にお願いいたします。お二人はドイツから、いらしております。皆様拍手でお迎えください。では皆さんお願いいたします。賞状、優秀賞、アン・カトリン・クレンツAnd Michael Park. Ah, sorry, Michael Park. Congratulations. はい、お二人からも一言あれば何かお願いいたします。So again, thank you very much, and thanks for inviting us here. It's a wonderful venue, and like Stefan said, great artists.And yeah, thanks for inviting us, and we are also very honored by the selection. So, arigato gozaimasu. はい、本当にありがとうございます。このですね、品格という会場がとても素晴らしくて、感動しています。本当にですね、もう感謝の気持ち以外には何も表せないくらい、感謝しています。ありがとうございました。アントトリン・クレンツさんとミハイル・パークさんでした。はい、ここまでが最優秀賞並びに優秀賞の方々だったんですけれども、この他にもですね、審査員特別賞というものを設けておりまして、全員お越しいただくことはちょっとかなわなかったんですけれども、今回展示していただいている作家さんがおりますので、ですね、それでちょっと時間の関係上、3名ずつお呼びしたいと思います。まず、宇川直弘賞の中山明子さん、前の方にお願いいたします。皆様拍手でお迎えください。続いてですね、ゲルブリート・ストッカー、アルス・エレクトリカのディレクターですけれども、ゲルブリート賞の、ドロタ・サドーブスカさんもいらっしゃいますか。あ、いらっしゃいました。続いて、マーボン・ジュースさんの、賞とかに輝きました山内翔太さん、高山さん、黒田さんと山内さんです。じゃあ一人ずつ、じゃあ宇川さんの賞は、はい、じゃあ宇川さん、はい、どうも、中野敦子さん、おめでとうございます。彼女の作品の素晴らしさというのは、やはりあれですよね、VJ 的なアプローチをしながら MAXMSP 全盛の今テクノロジーで軽く音とリンクができる映像と音の、コラボレーションができる時代、何にもかかわらずアナログのテクノロジーを使った
映像表現をライブでやっていただいてまして、毎日お昼から、夕方にかけてパフォーマンスをここで、3時間でしたっけ、2時間やっていただくことになっております。皆さんぜひ見てください。おめでとうございました。ルートさん、おめでとうございます。 Congratulations。 山内さん、おめでとうございます。じゃあ、すいません、皆様ありがとうございました。はい、じゃあどんどん行きたいと思います。お待たせしました。続いて、タルメニの雪賞で、トライアートという作品で、こちらはグループなんですけれども、賞に輝きました HO の代表して小川秀明さん、他の皆様もいらっしゃいましたら、はい、あとですね、入選作品という形なんですけれども、バインドというチームで、受賞されております。ごめんなさい、ポリフォニックドローイングという作品で受賞されました。バインドの皆様もお願いいたします。皆様拍手でお迎えください。で続いてフレームという作品で受賞されました小山智恵さんもいらっしゃいますでしょうか。あ、いらっしゃいましたね。はい、3組の方々です。まず株にお願いいたします。はい、賞状、自分の名前読むのが恥ずかしいですが賞状、樽美博之賞 H.O って読んでよろしいでしょうか。はい、お父様、高松メディアアートフェスティバル審査員長官ですよ。この賞は私が選んだので、一応受賞理由を簡単に、あそこら辺展示してあるんですけど、高松のトライアスロンの、大会で、トップの方がゴールした瞬間と、それからそれぞれの方のログとか GPS とかいろいろ使ってですね、再現していらっしゃるんですけども、地元の題材であるっていうのが、何しろ嬉しかったんですが、それだけだと当然賞にはならないんですけど、今回コンペティション のテーマがですね、多様性ということだったんですが、その多様な参加者をうまく表現していただいて、またテクノロジーも使ってですね、GPS とかいろいろ使われていて、非常に僕自身が感動したので、賞を出させていただきます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、あとですね、入選、バインド様、高松メディアアートフェスティバル審査員長官です。ありがとうございます。もう一方、賞状入選、小山智恵様、高松メディアアートフェスティバル審査員長官。はい、皆様大変おめでとうございました。今回お越しいただいた受賞者の皆様でした。参加者の皆様も、もう一度拍手でお迎えください。はい、ありがとうございました。はい、というわけで一旦そうですね、この開会式はこちらで終了となりますが、できれば皆様このままですね、引き続き、高松ドミューンの配信が始まります。ちょっとドミューンを見ているお客様向けにも話すことになるので、もう一回イントロから始まるような形になりますが、このままお付き合いいただければと思います。それでは一旦タルミさんはここで帰ります。どうもありがとうございました。あ、すいません、椅子をそのままでありがとうございます。続いてご紹介します。アルスエレクトロニカの小川秀明さん、受賞作家でありながらこちらにもいらしていますが、受賞作家なんだよね。そうなんですよね。で、ドミューンの準備は、ドミューンの準備はできてますか。はい、できたらそれを食べてって、はい、先ほどまで開会式を行っておりましたが、ドミューンの放送はですね、インターネットの、ドミューンという検索詞をしていただいて、そちらの番組の方をご覧ください。ここからはですね、高松ムービーチャンネルの放送は、高松メディアアート祭の作品のコーナーを紹介したいと思いますので、これからカメラを動かしてですね、各ゾーンに配置されてある作品を見ていただいて、またアーティストさんからのですね、お話なんかも伺いたいと思います。ちょっとそれではカメラを動かします。
審査員の顔を見て送ってきたなっていう作家がたくさんいて、でいてやはりなんていうのかな、はい、1回目って特にブランディングがまだなされてないし、さらにブランドイメージ、ちょっとカメラを移動してます、すいません、やはりちょっと外へ出ますね。どういう作家であるかってことが重要だと思います。ここで真鍋大悟さんとか、ゲルフィスとか、あと僕、そしてマーさんみたいな形で、それぞれの総裁は、はい、高松メディアアート祭実行委員会の、中野と申します。ちょっと放送の方でですね、こちらの方いろいろ作品のコーナーを、映しながらですね、アーティストさんがいらっしゃれば、インタビューを行いたいと思います。こちらの作品は金殿ディッシュという作品でして、新しい、3D プリンターと使ってですね、手を、失った方、手のない方に、3D で、いかに新しいデジタルの手を、提供するかというふうなコンセプトで作られたものです。筋肉の動きというのはデジタルの信号に置き換えられます。そのデジタルの筋肉からの信号を、スマートフォンで撮ってですね、その動きの電気信号を、解析して実際に、指の動きに反映させるという、そういった装置で、またこれがまたデザイン的に優れているということで、海外からも高い評価を得ている作品になります。ではちょっと次の、コーナーの方に参りたいと思います。こういった作品がですね、これは非運学の入り口、入ったところの正面入り口からですね、作品が、たくさん見られるようになってますので、こちらの会場の方は、入場料が必要な会場になります。詳しい情報についてはホームページ、高松メディアアート祭のホームページの方をご覧ください。ではちょっと次の作品の方に参ります。こちらの建物、飛雲閣、ちょっとこちらに暗いですけれど地図があります。大小さまざまな書院作りの部屋が、会場全体にあるんですけれど、の中にこういったこう部屋の中に作品があるんですけれど、明治時代に作られた、建物でして、迎賓館的な意味合いを持っている、高松の迎賓館的な意味合いを持っている、建物、として使われてました。じゃあちょっとこの廊下、厚さも、移動してますけれど、廊下を渡っていきます。いろいろな音も聞こえてます。ちょっと聞き取りにくいかもしれませんが、もう今お客様が入られてですね、作品の方の鑑賞もしてらっしゃいます。こちらの作品は静止画のように見えて実は、動いているという作品です。ベルギー出身のアーティストさんでですね、分かりますでしょうか。じっくり見てるとこう動いてきます。はい、じゃあちょっと次のコーナーの方も、ちょっとこちらは、どういうコンセプトかっていうのは見ていただいた方それぞれの感性で見ていただければと思うんですけれど、アルスエレクトロニカという、オーストリアのリンツの、大きなメディアアートの祭典があります。こちらの方で、賞を取られた作品になりますが、自分の腕に耳を移植するという、アーティストさんでして、今はちょっと厚さんいらっしゃらないですけれど、人体を使った、メディアアートという作品になります。はい、でこちらがですね、今回、日本に初来日になったブルース・ビッグフォードさんのクレーアニメを使った作品でして、アニメーション、についてですね、実際に、ご覧いただけますか。正面、今ビッグフォードさんが作品を作っている最中です。期間中こちらの方で作品を作られているというふうなことを伺っているんですけど、ちょっとインタビューを行いたいと思います。コーディネートされていらっしゃる、すみません、お名前を、土井と申します。はい、こちらの方の作品について、はい、このブルース・ピックフォードさんはシアトル在住の
クレイアニメーション作家なんですけれども、まあ、1970年代にフランク・ザッパーという非常に著名なミュージシャンのアニメーションを作って有名になりまして、まあ、それがちょっと潜伏期のような形であまりその行方は知られてなかったんですけれども、今回特別にこの高松メディアさんのために来日して、この辺りのセットや人形もすべてシアトルから運んできたものなんですけれども、そういったものを展示して、まあ実際に今やっていらっしゃるみたいに、まあ、日曜日まで対談制作をするというような形になっております。これは一般の方も制作しているところを見て、でこれはなんかアニメーションの映像にまではなるんですかね。ですね、これ実はですね、ちょっとシアトルから粘土なんで輸送してちょっと一部壊れてしまったんですよ、セットが。今そのセットをリアルタイムに直すというような修復作業ですね。まあ日本バージョンにちょっと生まれ変わると言ってもいいと思うんですけれども、新しい粘土を、買いまして、でずっととにかくこの3日間は壊れたセットを直し続けるっていうような形になりますね。はい、皆さんぜひどういう形で、作品が出来上がっていくかというのを楽しみに、日曜日までですので見に来てください。はい、ありがとうございました。はい、いろいろ作品があります。先ほどですね、垂水博之賞を受賞された、H.O さん、小川さん、こちらがトライアスロン大会、高松サンポートトライアスロン大会の展示を行っているところです。実はこちらは、高松ムービーチャンネルの方でもですね、ネットで配信を行いました。その時の映像の中にですね、いろいろなツイッターのコメントとかが出てたと思うんですけれど、そういったコメントもトライアートという作品の中で、いろんな観客からの声援とか自動的にこう出してきた、コメントなんかがですね反映されていまして、こちら壁の方にですね紙が貼ってあるんですけど、ちょっと、プリンターがここに置いてます。わかりますか。あ、ごめんなさい。選手の名前の下にそれぞれの地点で、このペースだと4時間44分で行けるとか、タイムから計測していろいろなコメントがこういった形でプリントアウトされて、選手がレースを終えた後それを受け取るというふうな仕組みになっていました。こういったこともデジタル通信を使ってですね実現できたということで、地元を盛り上がったということが審査の評価のポイントだったのではないかなと思います。それからですね、こちら布画の上にいろいろなこう色がついたものが並んでいるのお分かりになりますか。この実は布がですね、まず高松の、名物とか高松ならではのボタ織りという織物を使ったものの上に、選手の、状態とかその位置に合わせた状態を、マッピングしたというふうな、展示の仕方になっております。はい、こちらが、今回、トライアートという作品で受賞した作品になります。はい、なんかいろいろな音が聞こえてきたりとかするんですけど、ちょっとこちらの映像、すごく衝撃的な映像が流れています。 3D の空間を作って、その中で、映像がアニメーションというかですね、展開されていくという、映像作品というふうな形になっております。こちらちょっとアーティストさんが今いらっしゃらないので、ちょっとインタビューが行えませんが、ぜひ作品の方、見に来てください。はい、じゃあちょっと次の作品の方に参ります。音が先ほどからちょっと音がこう流れてきているので、楽器のような作品みたいですね。ちょっと中入っていますけれど、ぐる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 回って、ます。マイクがあって、傀儡バンチさんという方の作品です。実際にですね、ライブのパフォーマンスもこれ楽器になってまして、パフォーマンスで使われるということで、ドミンの番組の中でも登場するというふうに聞いてますので、この楽器がどういうふうに使われるか、パフォーマンスで使われるかというところも、ぜひ、見ていただければと思います。すごいですね、何かのこう武器のような形、なんか宇宙の空間に漂っているような
そんな装置のふうに見えます。はい、またまた奥の方の部屋に入っていきたいと思います。会場ですね、非常にここ寒いですので暖かい服装で、お越しください。展示されているあのアーティストさんのグループさんも皆さんちょっと寒い中でですね、展示していただいています。あ、なんか動いているんですけど、こちらあれなんか絵が描かれていってます。手で持ったクレヨンですかね、クレヨンをあまり手を動かさなくて、これどういうふうな仕組みになっているんでしょうか、ちょっと不思議な感じですけど、周りにですねいろいろなこう絵が展示されています。ちょっとカメラマンの方にカメラあのこっちの壁の方の絵とか撮ってもらっていいですか。はい、すいません、この作品はどういう仕組みになって、どういう、これはですね、あの見ていただければ分かるように画面に手を触れると、はい、他の人が描いた絵が自分で描けると、描けるというか自分が描いたように感じて描けると、死んでしまったピカソであるとかいろいろな画家が描いたスピードや筆触が全部再現されて、まるで自分が描いたかのように感じることができるっていう、そういう仕組みの、はい、この辺はみんなピカソが再現したものですけども、ピカソの、単に画像を写したんではなくて、描いたスピードであるとか筆触とかが全て完全にピカソ通りに再現されてるんですね。特徴はそうすると形ではなくて筆触の書道みたいに、筆圧がひどく太くなったとこは太く、細くなったとこは細く、完全に鑑定にかけると本物のピカソとしか言いようがないように再現できて、しかもそれを描いた人が手を触れるだけで自分が描いたように、あ、こうやってピカソが描くんだ、自分はピカソになったっていう感じに、こっくりさんみたいに感じることができる装置です、ロボットです。これ作品としては名前はこのロボットが作品になるということでしょうか。これ作品かな、作品というのは一個一個は作品かもしれないですけども、ロボットはもう生き物と同じで別に作品ではなく、猫が作品かといったら自分家の猫は作品ではない、生き物と同じようにこれは作品ではなくて作品を作るものなんですね。なるほど、これが作品なんです。じゃあこれはタイトルは、タイトルはこの展覧会のためのタイトルをつけましたけどね、はい、ターニングテーブル、ターニングテーブルっていうのは、まあ、こっくりさんみたいに昔、今でもありますけども、あの丸いテーブルにいろんな人が手を触れていったらテーブルが動き出すっていう、それをターニングテーブルって言いますけど、そのターニングテーブルロボットって我々は呼んでます。あ、すみません、アーティスト名をお伺いしてなかったんですけど、僕は岡崎健次郎って言います。岡崎様、はい、辻田さんとかそのエンジニアと一緒に、あの協力してやって、それでまあこれで、まあ自分が絵を描いたという感覚はどういうものであるかとか、そういうものを、まあ心理学的な研究も含めて、いろいろ総合的に科学の、まあ人工知能であるとかいろいろな問題がありますけども、そもそも私たちが自分が何かをやったとかやってないとか思うこと自体を研究するために、まあ、やってるような装置で、芸術作品ではないんですね。芸術作品を作る人ではありますけど、装置自体が芸術家か、あらゆる芸術家になれる芸術家、メタ芸術家なんです。僕より偉いんです僕は死んでもこの人が僕の代わりをやってくれる。つまりこの機械、宇川さんのサインも書けるんです。この機械がアーティストさんであって、そのアーティストさんを作られたグループの皆さんです。そうですね。はい、ありがとうございました。じゃあちょっと次の方参りたいと思います。はい、ちょっとこちらはですね、宇川さんが、東北福島の方で展示をしている作品の紹介コーナーになっています。はい、またですね、右手奥へ入ったところに絵が2枚飾られています。これ誰かに似てるなって、確かこのメディアアート祭、高松メディアアート祭に真鍋大斗さんって方の名前がありますので、作品名に真鍋大斗さんの、
名前がついたものは今ここには配置されていません。で、真鍋大度さんの、今回テーマになっているものが人工知能ということになっているので、何かそこがヒントになるような作品なのかなということまでしか実は私も知らないので、もう少しこの謎が、後で解けてくると思います。これもトークの中で、トークショーの中でですね、ドミューの中で、お話しされますので、ぜひそちらの方もご覧いただければと思います。はい、じゃあちょっと反対側の方に、回りましょうか。通路、昔のこの廊下ですね、ちょっとこうきしんでるような音が聞こえてきますけれど、作品が部屋ごとに、置かれています。22組のアーティストさんの作品があるということなんですけど、ちょっとこちら、こう手前にですねノートがあるの分かりますか。今なんか香川県とかって書かれてますけれど、ここにですね、字を、私ここに書きます。高松アート祭、これ皆さんもですね、このノートに字を書いてみてください。あの質問にはですね、あなたが思う香川県のいいところを5つ教えてくださいっていうふうに書いてます。例としてうどんが美味しいとか人が優しいとかって書いてますけれど、私、香川県のいいところで高松メディアアート祭というのを書きました。で、そしてここにチェックのマークをつけていただくと、このチェックがついたものが、こちらの方の部屋ですね、中ちょっと入ってみたいと思います。なんか3台ぐらい、何か動いてるものがあるんですけど、ちょっとこちらの、下の方見てペンがついてます。先ほど書いた字がそのまま映し出すというのではないんですね。いろんな方が書いた字が機械が学習をしていって、書いた字からこれは文字かなという文字を学習をしながら、新しいというかですね、文字の定義を作っていって字が生まれてくるという、ちょっと上側カメラマンの方がちょっと上の方を撮ってみて、なんか字であるような字じゃないようなものがここにこう書いて書かれてますけれど、この作品は今日から高松メディアアート祭スタートしましたので、まだ書いてる字が少ないので、まだそれほどたくさん字が書かれてませんが、皆さんがいろんな字を書いていくことで、どん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 機械が字を学習していきます。ちょっと左側の画面見ていただくと、今まさに書いてます。文字が取り込まれていって学習されて、何かこれが字だろうというものを機械が作っていくという、なんかるというふうな字に近いものが、あ、上の方、あ、ここ書いてます、これは文字だろうというのを機械が判別して作っていって動いていくというふうな形になっています。先ほど私書いた字がこういった形で反映されているのかもしれません。最後はどういうふうな、あの、これ全体がですね、壁全体が作品になるのかというのが、非常に会期の終了まで楽しみになってきます。先ほども審査員賞を受賞された、グループの作品になります。菅野さん、菅野、いや、ヤンさんという方ですね。著作品、ちょっとこちらの作品ずっと、次の作品に行きたいと思います。今回あのグランプリ、ステファンさんがグランプリを取られましたけれど、ステファンさんの作品がこちらにあります。ちょっと中に入ってみたいと思います。皆さん、ここにあのカメラがついているの分かりますか。ちょっと正面から回りましょうか。これ USB のウェブカメラみたいなもの。このカメラがつながっているコンピューターがそこにあります。で、このコンピューターはですね、カメラを通じてネットでこのパソコン自身をライブで配信しています。で、この配信したものがですね、今皆さん見えました？見ました？なんかすごいハンマーが落ちてきてですね、パソコン自身にボンってこうぶつかりましたけれど、
これネット上からハンマーでパソコン自身を打ちつけるという行為をどなたからでも操作することができるんですね。そうすることがどういう意味があるかとなんですけれど、ウェブで自分自身を配信をしつつ、見てるユーザーがこのパソコンを傷つけていって、最後は壊れてしまうかもしれません。壊れると配信も止まってしまいます。コンピューターの生と死といったものがこの作品の中には表現されて、他者との関わり合いというのを表現しているのかもしれません。はい、今回、高松メディアアート祭のグランプリの賞を受賞されたステファンさんの作品になります。他にもですね、ちょっといろいろな作品があるので、ちょっとまっすぐずっと進んでいきます。先ほどプロジェクションマッピングも行われているという話がありましたが、そのプロジェクションマッピングの作家さんがこの部屋の中でも投影されているものになります。ちょっと迷路みたいな部屋になってますけれど、品格の壁の障子にアリが巣の中ですね、この巣の中でアリがこう歩いていっているというものが表現されています。ミルクノさんという方の作品になります。はい、はい、じゃあちょっとこうずらずらと回ってみたいと思いますが、映像はちょっと映すことができないんですけれど、ビビアン・マイヤーっていう作家さんをカメラマン写真家をご存知でしょうか。生前生きている間に15万点の写真を撮影しながらですね、一点も公開することがなかったという、注目されている女性のカメラマンの、ドキュメンタリー映画なんかがこう話題になってきていますけれど、ビビアン・マイヤーさんの作品なども、展示、写真の方の展示も行っております。はい、この高松メディアアート祭の開催は本日から12月の27日まで、展示を行っております。会場がですね、今ご案内しています会場が、玉間公園飛雲閣、JR 高松駅と、琴殿築港駅、ちょうどその近くにある、昔のお城があった場所にある書院造りの建物の中で、行われています。まだ先ほどのドミューンの放送が、ドミューンがですね始まって、ドミューンが今行われています。はい、こちらのドミューンの方はですね、入場券プラスドミューンの鑑賞料というのが必要になりますので、こちらの方入場されるときはチケットの方をお買い求めください。それ作品の展示の方も有料となっております。で、他にもですね、今回会場がいくつかあります。はい、こちらの会場以外にもですね、高松市の中心市街地商店街ですね、南部商店街、山頂ドームの付近と、北部、山頂ドーム、こちらにも作品の展示が行われます。また常盤町商店街、こちらの方には、スポーツタイムマシンという、皆さん参加してですね、自分が走った記録、その記録が、アーカイブをされていくという、しかもそれがアーカイブされるだけじゃなくて、誰かがアーカイブしたものと競争をしていくというふうな作品になっています。先日、高松市長の大石市長も、その装置の方で走った記録を、撮っていただきました。また
時たまくんとか、ことちゃんっていう地元のゆるキャラも走ってもらいましたので、そのアーカイブと皆さんが、競って競争するということも、できるという作品があります。また皆さんが走った記録も、また残って誰かと競い合うというふうなことができるようになっています。その他にもですね、河原町フラッグ8階以降で河原町の中にもですね、仕組みデザインさんというアーティストさんのインタラクティブなサイネージを使った作品の方も展開しております。それ以外にもですね、またもう一つイートピア香川シンボルタワー JR 高松駅の近くにありますけれど、4階タワー棟の4階にも和田英さんというアーティストさんの作品、こちらは家電製品を使った楽器に変えるという作品でして、実際にですね、作品に触って音を出したりとかワークショップなども行われておりまして、皆さんが持ち込む家電製品を楽器にするっていう風なワークショップも開催されています。高松市内のですね、いくつかのこう場所でメディアアートの展開を行っている高松メディアアート祭です。またですね、関連イベントとしてですね、高松市の中央公園ですね、中央公園の方にもですね、ただいま明日から開催する高松冬の祭りにてチームラボさんのお絵描きクリスマスという作品が公開になります。こちらの方は子どもたち大人も楽しめます。描いた絵がクリスマスの立体的な絵としてデジタルで取り込まれてですね、楽しめれるというふうな作品になっていますので、どうぞこちらの方の作品の方もご覧ください。いろんな会場がメディアアートで高松の冬を盛り上げていこうというふうな展開になっております。ぜひ皆さん高松メディアアート祭、また中央公園の高松冬の祭りの方の会場の方ぜひご覧ください。ありがとうございました。最後ドミューの方ですね、ドミューの方、ご覧いただいて終わりたいと思います。圧倒的なアドバンテージ